アメリカ合衆国のジャズギタリスト。圧倒的なテクニックを持ち、主に1950年代に活躍した。1923年6月7日に、ノースカロライナ州グリーンズボロに生まれる。マンドリンをたしなむ、父親の影響で9歳からマンドリンを弾き始めた。1940年に、ラジオから流れるベニーグッドマン楽団のチャーリー・クリスチャンに触発されて、エレクトリックギターを買い、 クリスチャンのコピーを始める。若年から始めた看板絵描きの仕事の傍ら夜ルは、地元のバンドに加わって演奏するうち、1943年から、ダーダネル・ケンブリッジのトリオに加わる。ニューヨークで、チャーリー・パーカーらのビバップに衝撃を受けて1945年に、ダーダネルのトリオを辞め、一旦故郷へ帰る。1947年に演奏稼働を再開、バディ・デ・フランコや、 マージョリー・ハイアムズのバンド、マーシャル・グラント楽団で演奏した後、1949年にマンデル・ローの公認としてレッドのーボ・トリオに参加。ノーボトリオでの演奏は、注目を集めるようになる。トリオを辞めた後アーティショーのコンボである、グラマショー5に半年間在籍、その後自身のバンドを結成する。1954年に、初リーダー作、タルファーロカルテットを発表。 同年、ザ・タル・ファーローアルバム、翌1955年に、インタープリテーションズ・オブ・タル・ファーロー、事故のトリオを結成してからは1956年に、タル・スウィンギング・ギターを発表する。1958年には、ディス・イズ・タル・ファーローを発表するも、この年に結婚を機に、地元に戻り、演奏活動からは退いてしまう。それから10年後の1968年の、 ニューポートジャズフェスティバルで復帰。翌年にザルタ・アン・オブ・タル・ファーローを発表し、その後も地道に活動を続ける。1998年7月25日に食道岩によりニューヨークで死去。巨大な手をいっぱいに広げて縦横無尽にフレーズを紡ぎ出す様はオクトパスハンドと呼ばれた。ダイナミックな跳躍を用い、それをさらに次々と連続させた。 ロングフレーズをハイスピードで演奏する。楽譜が全く読めなかったと言われ、コードの知識も怪しかったとされるが、非常に音感に優れ、モダンなボイシングやコードワークを自在に操った。ありがとうございます。